真田義忠が葬られたという余一つか、真田義忠は平安時代末期の相模国大従軍の武将、岡崎義シの着難。真田義忠、岡崎義忠とも称される。意味名は、義サとも、92年、岡崎義シの子として誕生。父の義シは三浦義明の弟で相模国大従軍を岡崎に従したことから、岡崎氏を称した。 着難の吉忠は、岡崎の西方の佐田の地を領した。自称4年8月8、父、吉兼と共に、源の頼朝の挙兵に参じ山木兼高監修劇に加わった。同年8月23日、頼朝の軍勢三百余期は、大馬影地下率いる平家方三千余期と、相模国石橋山で退陣した。佐田義忠の奮戦は、平家物語や、 源平清水器に詳しい。父、吉兼の水挙により、頼朝は武勇優れる吉忠に、大場影地下と、又の影久の二人と組んで、源氏の功名を立てよと先陣を命じた。吉忠は内死にを覚悟し、五十七歳になる、老いた老頭の文三谷康に、母と妻子の工事を頼もうとするが、家康は吉忠が二歳の頃から親代わりに、お育てしたのだから、お供をして内死にすると言い張り、 吉田もこれを許した。頼朝は吉田の装束がカビで目立ちすぎるだろうから着替える。要助言するが、吉田は弓矢を取る、身の晴れの場です。戦場に過ぎたることはありますまいというと白足毛の名馬にまたがり、十五家を引いて進み出て名乗りを上げる。大馬勢は、良き敵であるとみて、大馬影地下、又の影久、長尾信吾、新六ら十三騎が襲いかかった。 この合戦は夜間に行われ、その上に大雨で敵味方の所在もわからず、乱戦となった。吉忠は、老頭の分散ややすに、自分は、大馬影近か、またの影久と組まんと思っているから、組んだならばたたちに助けよと命じた。すると、敵一騎が組みかかってきた、吉忠はこれを組み伏せて、首をかき切るが、影近や、影久ではなく岡部や二郎だった。吉忠は、 残念に思い、首を谷に捨ててしまった。闇夜の乱戦の中、敵を探していると目当てのまたの影久と行き合った。両者は、馬上を組み撃ち、地面に落ちて転げ、泥まみれの格闘の末に、吉忠が影久を組み伏せた。暗闇のために、どちらが上か下か分からず、家康も、影久の老頭も手が出せない。かなわじと思った影久は叫び声を上げ、 長尾慎吾が駆けつけるがどちらが上下かわからない。長尾慎吾は上が敵ぞ下が敵ぞと問うと、吉田田はとっさに上が影久、下が与一という。驚いた影久は上ぞ与一、下ぞ影久、間違えるなという。戸惑った長尾慎吾は手探りで鎧の毛を触り、上が吉田だと見当をつけた。これまでと思った吉田は、 長尾信吾を蹴り飛ばし、短刀を抜いて、影久の首をかこうとするが、深くにも鞘ごと抜き放って刺さらなかった。鞘を抜こうとするが、先ほどの岡部への首を切った時の血のりで鞘が抜けず、そのうちに長尾信吾の弟の新六が背後から組みかかり、吉忠は首をかき切られて打ち死にした。去年なお、主人を失った文や安はして、 稲毛重成なりの手勢に打たれた。頼朝が、自称、樹衛の乱で勝利し、武家政権を、ほぼ確立させた。研究元年正月20日、頼朝は、三島、箱根、伊豆山三景の帰りに、石橋山の与一と文蔵の墓に立ち寄り、愛称を思い出し涙を流したという、吉戸田の戦士した地には、真田霊社が建てられている。吉戸田が組み合っていた時、単語からんで、声が出ず、 助けが呼べなかったという言い伝えがあり、この神社は喉の痛みや喘息に霊源があるという、江戸時代に入ると、真田洋一は美男の人気者になり、多くの錦絵が描かれている。ありがとうございます。